皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは飼育している爬虫類の飼育方法や爬虫類飼育用品の製作過程を定期的に投稿しています。今回は餌用イモムシたちの飼育環境が手狭になってきたので、広く快適になるように改造した様子をお届けします。こちらが現在飼育している餌用イモムシ、ミルワームの飼育環境です。ダイソーの虫かごに襖を敷き詰め、飲み水用に特殊な給水器を設置して飼育しています。床材の厚みは約4センチメートル程度、ちょっと前に5センチメートル以上で投入していましたが、食べられてだいぶ減りましたね。さて、一つ目の改善に取り掛かりましょう。こちらの給水器、じわっと水が染み出てくる機構で、飼育ケースの中の湿度が上がりにくいというメリットがありますが、少なくとも1000匹のミルワームがいるような環境だと、1日も経たないうちに水が空っぽになってしまいます。そこで今回はこんなものを購入しました。アリス式ペットボトル給水器、大型種向けです。以前に使っていた給水器はアリなどの小型種向けでしたが、こちらは5倍以上の容量の容器を装着することができ、オプションのスロープ足場を取り付ければ床材が厚いミルワームの飼育環境でも埋もれずに使うことができます。早速設置してみましょう。ミルワームたちが水の気配を感じたのか、給水器まで寄ってきました。ちゃんと飲めているようですね。1時間後、ミルワームたちがどんどん集まってきます。うそうそ動く様子がとっても可愛いですね。翌日になると押し合いへし合いの大渋滞が発生していました。ミルワームは乾燥状態で飼育した方がダニなどのトラブルが少ないですし、ミルワーム自身も乾燥には強いのですが、餌は水分を含んだものが大好きなので、この大容量の給水器は大変気に入ってくれたようです。ここまで集まっていると餌用の個体を選ぶのも楽でいいですね。これまでは床材を掘り返しながら選んでいたので、水分と時間が短縮できます。給水器の様子を見て一つ思いついたことがあるので、二つ目の改善として試してみましょう。完成しました。ミルワーム用捕獲シェルター、名前をワームシェルター1号です。こちらの六角形のアイテム、裏面に3センチメートルほどの突起を並べて床材に埋め込めるようになっており、突起先端には小さな穴を開けて、細かい糞や床材、小さなミルワームが通り抜けられるようになっています。また、突起の横方向に縦長の切り込みを入れることで、床材の中のミルワームが簡単に侵入できるようにしました。このアイテムを床材の中に入れて、しばらく放置するとどうなるのかというと、こんな感じで、大きな穴にピンセットを突っ込むだけで、高確率でミルワームが捕獲できます。簡単に捕獲できる理屈としては、このアイテムはミルワームの暗くて狭い場所に集まる習性を利用しており、ミルワームたちが飼育ケースの角や食べ終わった昆虫樹類の容器内に集まるのと同じように、突起の先端部分がいい感じに狭くて密着できるので、居心地の良さでミルワームが溜まってくれます。また、ミルワームの捕獲効率アップ以外に、このシェルターにはもう一つの機能があり、従来、襖等を床材に使った場合、ミルワームの成虫がひっくり返ると足場が軽くて簡単に浮き上がれないのですが、このアイテムの上ならひっくり返っても穴に落下して助かる可能性が高まります。また、表面は 3D プリンタ特有のザラザラした質感なので足を引っ掛けやすく、自分で起き上がれる可能性が高まります。ひっくり返ったまま飢え死にする個体が減れば繁殖効率も上がるので、捕獲の時短と合わせて一石二鳥ですね。最後にもう一つ、飼育スペースの改善をしていきましょう。現在、ミルワームたちはダイソーで購入した小さな虫かごで飼育しているのですが、普段餌として消費する量に対して繁殖して生まれてくる量が多すぎて、かなり手狭になってきています。また、虫かごだとケージの高さがあり、重ねて運用することが難しく、部屋の飼育スペースを圧迫する課題がありました。というわけで用意したのが、ダイソーのストックボックスです。このボックス、従来の虫かごより大容量で、かつボックス同士を積み重ねることができ、蓋もロック式なので手が滑ってもぶちまける可能性が低くなり、ボックスの高さも 14.6cm と低いことが特徴です。もともとミルワームは壁を登る能力が低く、飼育ケージの高さは不要だったので、これで効率的にスペースが使えます。唯一惜しい点としては、この商品が昆虫を飼育することを前提としていないため、空気穴がないことですが、そこは自分で穴を開ければ解決できるので、問題ありません。新しい飼育ケースに給水器とミルワーム用シェルター、残ったミルワームたちを移動して、追加のワームシェルターも印刷して敷き詰めて、給水、捕獲効率、小スペースの3つが揃った最強のミルワーム飼育環境が完成しました。一応テストとして2週間ほど様子を見ましたが、空間に余裕ができたからか成虫の量も増えてきたようです。幼虫もたくさん脱皮して成長しているようなので、しばらくはこの環境で無限に増やしていこうと思います。
感じで、今回はミルワームの飼育環境を3つ改善して最強の飼育環境にした様子をお届けしました。1つ目の改善点は、給水器を従来より大型化してカビにくく水切れの心配が少なくなるようにしました。2つ目の改善点は、専用のシェルターを作ってミルワームの捕獲の時短化と成虫のひっくり返り対策をしました。3つ目の改善点は、飼育容器を背が低く面積が広く積み重ね式にすることでスペースの効率化をしました。他の餌用昆虫も今のケースに切り替えたので、すごくスッキリした感じになりましたね。まだ何も飼育していないケースがあるので、その気になればミルワーム1万匹ぐらいなら余裕で飼育できそうです。現状でも消費が追いついていない中、そこまで増やしてどうするんだという感じもしますが、あまりにも増えすぎるようなら、いっそ販売も視野に入れて本格的に養殖してみようかと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。またこのチャンネルは、爬虫類飼育初心者向けの飼育方法や飼育に役立つアイデア用品の制作過程を発信しています。まだチャンネル登録していない人は、この機会にぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。